はい、IS 園芸です。今回は高花伝の紹介です。高花伝はですね、正規になると根の色がこんな風にルビネっぽいような、いやもう完全にこれはルビネと言っていいでしょうかね。こんな綺麗なルビネになりますので、とても、素敵な品種です。花の色も赤花で、かなり濃そうな赤花が咲きそうな気がします。本来は島もあるんですけど、島はどうにもですねよくわかりません。はい、そしてですね、それの株分けしたものがこちらです。ヤフーオークションにも出品してた個体ですけれど、なかなか嫁のもらい手がありませんね。それで動画で撮影してみようかなと思います。ですね、増えたものはですね、私のところでは棚が狭いので、そんなにたくさん作っておくということはできないので、積極的にヤフーオークションなどで出品しております。よろしかったら、こちらお買い求めくださると嬉しいです。はい、それでは、高花伝の紹介でした。出品個体はこちらになりますのでね。はい、こちらが出品個体です。はい、それでは IS 園芸でした。よっ、はい、ボタンを、止めるボタンを押さなければ。はい、はい、動画終了です。